皆さんこんにちは、無重力のマサトです。本日は初心者の方におすすめしたいプランシェトレーニングを3種類ご紹介したいと思います。去年の春にも自粛期間に、プランシェ動画いっぱい配信したんですけど、また今回の自粛でもプランシェに新たに挑戦される方というのが増えると思います。なので僕は今回とりあえずそういう方に向けてまず最初に行ってほしいトレーニングを3種類ご紹介したいと思います。最初なので、たくさんのトレーニングできないと思います。なのでとりあえずは今回はもう、厳選した3つ僕が厳選した3つに絞って今回ご紹介したいと思います。とりあえずまずこの3つをやっていただけたら、プランシェのための、力をつけることができるので、今からご紹介したいと思います。今回は初級編ということでかなり基礎のトレーニングになると思うので、これからプランシェに挑戦される方というのはぜひ見てください。それでは1つ目のトレーニングからご紹介したいと思います。まずは正座の状態になります。この状態でバーを握ります。そしてバーの上に体重を乗せます。そしてこの時に肘はしっかりと押し切る。そして肘を前に向ける。そして胸を少し丸める。この体勢になります。この体勢から体重を前にかけて戻して、かけて戻して、戻して、この動作を行うことでプランシェを行った時の体重を前にかける動きというのを覚えることができます。このトレーニングで肩の前側にしっかり刺激が入れば正しいトレーニングになります。このトレーニングのポイントといたしましては、しっかりと腕を押し切って肘をしっかりと前に向けてロックする。そうすることで肘は緩まなくなるので、この状態でトレーニングを行うことを意識してみてください。そしてこの胸というのは真上に押し出すイメージで押してみてください。そしてこの状態で体重を前にかける。そのようなポイントに気をつけて行ってみてください。この動作というのは10回を3セットから5セットぐらいやってもらいたいです。そしてこの動作では負荷がちょっと軽いという方は今の状態から腕立て伏せの状態になってもらいます。そして先ほどと同じで肘をしっかりと押し切って肘を前に向けて、そして胸を丸めます。この状態で体重を前にかけて戻して、かけて戻して、かけて戻す。それでは2つ目のトレーニングをご紹介したいと思います。2つ目もまずは先ほどと同じで正座の状態になります。この状態でバーを握って、先ほどと同じでしっかりと腕を押し切って肘を前に向けて胸を丸めます。そしてこの状態で体重を前にかけて、この状態でプッシュアップを行います。この動作というのもプランシェのための肩を鍛えるのにとても効果的なトレーニングになります。これも気をつけてもらうことは基本的には同じで、しっかりと、腕を押し切って、胸を丸めて、その状態で体重を、前にかけて、この状態で、しっかりと肩の前側に入るように、体重を前に押し付けてプッシュアップを行うというふうに、行ってもらうと、しっかりと肩の前に刺激が入ると思います。そして先ほどと同じで負荷が物足りないという方は、今の動作を腕立て伏せの体勢、この体勢で同じ動作を行ってもらいます。はい、このような感じになります。この動作というのも、10回を3セットから5セットを目安に行ってみてください。それでは最後3つ目のトレーニングをご紹介したいと思います。バーの間で正座をしてもらいます。そしてバーを握り、腕を押し切って肘を前に向けて少し胸を丸めます。
この状態で少し足を浮かせます。はい、このような動作になります。この動作というのは、完全に足を浮かせきる必要はないので、今行ったようにつま先はついた状態でもいいので、しっかりと押し切って、膝だけでも浮かすように行ってみてください。この動作を行うことで、プランシュを行う際の体をしっかりと上に押す、この広背筋で押すという風な力をつけることができます。完全に足を浮かせれるなら、浮かせて行ってもらうと、さらに負荷を上げることができます。はい、以上が初心者の方におすすめしたいプランシェトレーニング3種類になります。このトレーニングというのは全てプランシェに効果的なトレーニングなんですけど、少しずつ鍛える部分が変わってくるので、とりあえずまず最初の段階はこの3つだけやってほしいと思います。まず最初のトレーニングは、プランシェで前にかかる時の、負荷を覚えることができます。そしてプッシュアップを行うことによって、この肩の前の筋肉を鍛えることができます。そして最後、上に、実際浮くトレーニングを行うことによって、プランシュの時に、押し切る力、背中でしっかりと押す力を身につけることができます。プランシュというのは結構単純そうで複雑な技です。一つの部位だけじゃなく、たくさんの部位を実は使うトレーニングなので、まずは様々な刺激を与えて鍛えてやることが有効的になるので、とりあえずまず初めは、この3つやってみてください。プランシェというのはしっかりとステップを踏んでいくことが一番の大事なポイントになります。いきなり飛び級をして、いきなりプランシェを行おうとするとおそらくできないと思います。できないのは当たり前です。そしてできなくて、そこでもうやる気をなくしてやめてしまうという方がたくさん、いると思います。僕もそういう人は何度も見てきました。これから挑戦される方にそういう風な思いはしてほしくないので、しっかりと今回ご紹介した、基礎トレから行ってもらうのがおすすめです。僕自身も最初から、実際に受けていたわけではないので、最初は本当に基礎から行いました。もうこのトレーニングでもさらにきついという方は、最初基礎もう腕立て伏せから行ってみてください。まあ、ある程度の腕立て伏せがこなせるようになって、その後に、今回ご紹介したトレーニングを行ってみてください。今回は初心者向けのトレーニングご紹介させてもらいましたが、これから、段階順に次のステップのトレーニングをまたご紹介していこうと思います。最終的に、実際に受けるまでのトレーニングもこれからご紹介していこうと思うので、今後も配信楽しみにお待ちください。もう今回のトレーニングも今後ご紹介するトレーニングも基本的に自宅で行えるトレーニングばかりご紹介していこうと思います。もうこんな時期なので、皆さん自宅にいることも多くなって、自宅で暇な時間とても多くなると思います。そういう時にもしよければこの動画を見ていただいて、実際に挑戦していただいたらなと思うので、これからも更新頑張っていきます。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。